この時間は柏レイソル対横浜 F マリノス、こちらをご覧いただきます。スタンドに詰めかけたサポーターの声援で会場はとてもいい雰囲気に包まれています。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。柏レイソルがこの試合は 3-5-2 のシステムで立ち上がりに臨んできました。この場合2トップは1人がスピードのある選手、もう1人はポストプレイヤーで組ませるパターンが主流ですよね。またサイドはウィングバック的な役割を果たすので、全体的に過酷な運動量を必要とするシステムですよね、はい、キーとなるのがボランチですよね。中盤の底からグイグイ押し上げていくのがポイントになりますよね。はい、気になりますね。実際このシステムですとレジスタで活躍する選手もいますから ねトップ下に多い司令塔タイプを1個下まで下げることによって、はい、相手ディフェンダーを背負わず前を向いてプレーできるようになりますから ね、まあ、そうなるとボランチからのラストパスも狙えるようになりますよね、はい、それでは今日のゲーム見てまいりましょう。柏レイソル対横浜 F マリノス、まずはこのゲームの入り方ですよね、はい、立ち上がりをしっかりと組み立てていかないと展開できなかったりミスが出たりとかしますから ね自分たちのペースに持っていくための入り方を意識することが大事ですよね。まずは立ち上がりです。シュート、いやこれはわずかに右でした。 F マリノス決定的なチャンスを収めることができませんでした。小池、裏へのスルーパス、柏ボール、裏のスペースを狙う、裏へ落とした、抜けてくる、来た、どうする、中は枚数います。ディフェンスをものともしません。中へのクロス、大きく縦へ、さあここでカウンター、サイドを縦に走らせます。クロスが入る、木田危ないところでしたがなんとか切り抜けます。今日のゲーム両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだわからないですけどもね。序盤ですのでじっくりその場。シュート、素晴らしい反応でした。いや今のは決められてもおかしくないですよね。安全ですね。柏が決定的なチャンスを迎えたシーンでした。古賀、ふわっと裏を狙う、越えた、さあカウンタースピードを上げたいところ、エドゥアルド、ここは一旦バックパス、前線へこの長いボール、裏へ届くか、いいボールでしょ、この位置で受ける、スルーパスを狙う、ここはキーパー処理しました。これ仕掛けるか、渡辺、ゆるく狙ったボール、この位置でボールを受けます。松原、緩いボール、マルコス・ジュニオール、スペースを狙う、中川へのボール、いい展開ですね。アンデルソンのボール、すごい反応を見せました。いやキーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。
好セーブを見せました。ショートですね。エドワルドからマルコス・ジュニオール、これはチャンスだ。カスワはここクリアで難を逃れます。裏を狙う、お、これいいでしょう。ここで丁寧にコントロール、中で味方の選手が待っている。エウベルからマルコス・ジュニオール、フリーだ。チャンスを演出できるか、上げてくる、これはつながりませんでした。マティウス・サル、入るか。さあカウンターを仕掛けます。ゴールの角のパス、さあーーいやーカウンターを仕掛けます。F ・マリノスは先ほどからサイドバックが中に動いているように見えるんですが、普通は外から追い越す動きが多いんですよね。そうなんですよね。しかしそれだと奪われた時に後ろがガラ空きになってしまいますからね、はい、なるほど。この動きですとすぐ後ろでフォローができるので、はい、守備では強い形ですよね。マークする選手も絞りづらくなりますからね。なるほど。攻撃面ではどうなんでしょうか。サイドの攻撃の厚みはなくなってしまいますからね。組織的に攻めづらくなるので前線の選手の力量が求められますよね。渡辺サイドを使います。シュート、 F マリノスは同じようなチャンスが続いています。やっぱりこういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってきますからね。スルーパスを狙う、いいボール入りましょう。上松へのボール、クロスを入れる、直接行ってしまいました。畑中、広くピッチを使えてますよね。小池、中川、さあつながるか、チャンスになる。さあどうする、シーハス。前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。まだスコアレスです。さあ北澤さん、前半を終了してスコアレスという状況です。ここからですよね。前半で相手の攻撃パターンはある程度分かったはずなので、それに対してどう対応し決定機を作っていったでしょうね。柏レイソル対横浜 F マリノス、得点は動かないまま後半を迎えます。後半参りましょう。まあ非常にタイトなゲームになってますけども、ね、後半立ち上がり非常に大事ですよね。そうですね。危ない、裏へのスルーパス、クロス、シュート。小賀、長いボールを振ります。渡辺スルーパス、フリーのシュート、キム・スンギュ、カット、弾いたところ、わずかに左へ逸れてきます。いやいい反応でしたね北澤さん。いやあの位置からのシュートですからね、アインセーブですね。この難しいボールによく触りました。シーハス、中村からのフィードボール、 F マリノスはここクリアで難を逃れます。F
フマリノスは先ほどから前線に何枚か選手が残っていますね。そうですね、前の方で虎視眈々とカウンターを狙ってる感じですよね。しかし北澤さん、味方の選手からすると守備の人数が足りないですよね。で、一人一人の負担が増えてしまうのではないでしょうか。まあ確かにそうなんですけどもね、逆にボールを奪った時には、まずこの選手に出せばいいので、気が楽な分もあると思いますけどね。前線の選手に預けさえすれば、はい、とりあえずラインも上げられますからね。そうですね、うわ、取らないですね。マテウス・サビオから右サイド、さあ右へ預けてスペースを狙う、いけるか、シュート、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。いや、今見たく長いパスにタイミングよく反応した上がりはハマった時チャンスですからね。柏、徹底的ともいえるチャンスのシーンがありました。両チームともメンバー交代があるようです。ここでのパスは危ない、縦へのボールクリアです。中村からアーチのようなパス、クリア、このピンチをなんとかシュート、 F マリノス完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、バットから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すというね、そういった意思が感じられますよね。 F マリノス今のカウンターは危なかったですよね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。裏のスペースを狙う、裏へ抜けた、収まってフリーだ、シュート、止めた、いや、いい反応でしたね北澤さん。いや、あの位置からのシュートですからね、アインセーブですね。この難しいボールによく触りました。松原から大きく縦へスルーパスを出す、裏を狙っていきます、打つか、来たぞ、チーハスの縦に長いボール、柏としてはいいディフェンスですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。中川、中川からアンデルソン・ロペス、F マリノスボール、小池、渡辺へのボール、体強いですね。 F マリノスボール、さあ共に選手交代があるようです。ロングフィードで狙う、シュート、決められなかったか、中央絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどね。両チーム同じタイミングで動いてきます。のようなパス、いいボールですね。もうこれいいですよ。川口が中央へ折り返す、チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めなかったところでしょうね。キーパーからのロングフィード、これはクリア、いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。裏へ届くか、ここは通しません。上島、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。
裏を狙っていきます。おいい形じゃないですか。さあ最後上げてくるか。さあどうだ。さあどこに出してくる。木田ふわっと裏を狙う。素晴らしいパス。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。エドゥアルド、もうパワープレーでいってもいいと思うんですけどもね。長いボール縦へ、アンデルソン・ロペス、裏のスペースを狙う、シュートレンジです。シュート、ゴラッソー、ゴラッソー。いやーこれなんというゴールだー。いやーもう言葉がありません。いやーなんという、今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いやチーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、ここになるような見事なカウンターアタックですよね。さあ F マリノス、長い笛が鳴りました。タイムアップ、1対0、柏は敗れました。1点に泣きました。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。柏としてはゼロで抑えられてしまったことを考えると、あまりいい負け方ではないですよね。早く気持ちを切り替えて次に引きずらないことでしょうね。はい、そうですね。さあ皆様、お別れの時間となります。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。柏が1対0及びませんでした。